簡単に型紙なしで2回縫うだけで作れるメガネケースを作ります。今日はこういった感じのメガネケースを作っていきます。中にはキルト芯が入っているのでふんわりとしています。 13.5cm 幅のメガネがぴったりと入るサイズで作ってあります。簡単にすぐ作れますので、ぜひ作ってみてください。用意する材料はこちらになります。縦 18cm、横 20cm の表布と裏布とキルト芯を各1枚ずつ。では作っていきます。表布の裏を上にしておきます。左上の角から4センチのところに印をつけて、ご自宅にある丸いもので線を結びます。線でカットします。裏布と表布を中表に重ねます。そのままキルト芯の上に乗せます。3枚まとめて周りをクリップで留めます。返し口の印をつけます。このあたりに5センチの幅の返し口の印をつけてください。返し口を開けて縫い代1センチで表布に沿って縫います。返し口を開けて1周縫ってあります。カーブの縫い代をカットして、角もカットします。糸を切らないように注意してください。カーブの縫い代に切り込みを入れます。この時も糸を切らないように注意してください。返し口から表に返します。布と布の間から表に返してください。表に返せたらカーブと角もきれいに出してアイロンで形を整えます。返し口もこのように内側に折り込んであります。表布が上になるように半分に折ります。クリップで留めます。カーブの終わりのところから縫い代 2-3mm で L 字に縫います。こんな感じで縫ってあります。これで完成になります。今日はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけた方は高評価、チャンネル登録お願いします。